たまた2年 F 組に新しい仲間が加わります。もう3人目よ。ハットトリックっていうのこれ。早く自己紹介してよ。望月良二って言います。わからないこと優しく教えてくれると嬉しいな。ねえ、結構良くない？私もそう思った。ちょっとあんた声でかいよ。よろしくね。彼はご両親のお仕事の事情で海外生活が長かったの。そういうご家庭なので日本の習慣に慣れてないところもあるそうです。みんな校則以外のことでも親切に教えてあげてね。ね。さて、じゃああなたの席だけど。そうね。そこ空いてるわね。左から2列目の一番前。ですから先生、その席は単なるサボり。そういうのはいないのと同じって言ったでしょ。世の中は椅子取りゲームなの。みんなも気をつけてね。こんにちは。ごめん、君の名前まだ知らないや。あなたはダメです。え、ダメって？まだ食事にも誘ってないのに。食事？アイギス、あんたどうしたの？いきなり僕にダメ出しなんて。面白い子だね、君。なんなの、もう。わかる。先生にはわかるわ。同じ転校生キャラとしてシェアを食われないための牽制。でも先生の相手もしてほしいわ。ちょっと聞いてんの？こちらこそ。あと領事でいいから。ねえ、時間ある？よかったら帰りにお茶でも。ああ、望月くん、お取り込み中のとこ申し訳ないけど、職員室まで来てくれる？転校手続きなんかの書類の控え渡したいから。あとはそうね、あなたもちょっといい？これ持って帰って、それで手続きは以上。どうも。それじゃあ僕はこれで。君もまた明日。ああ、違うの、待って、悪いんだけど、そこにある段ボール二人で音楽室まで運んどいてくれる？そう、わかるでしょ、音楽室。中身楽譜らしいんだけど、すっごい重いから腰とか気をつけて。音楽部宛ての荷物代理で受け取ったらいつまでも置きっぱなしにされてさ。嫌みたじゃなくて、エコダ先生からどかせってネチネチ言われるまでもう散々。これを細腕の先生に持たせるのはあんまりだ。僕らでやろうよ。私がわかるわね、望月くん。あなたたちの原告の点数色つけとくから。冗談だけど、僕一人でやってもいいんだけど、転校してきたばっかりで。音楽室の場所案内してくれるかな？これで全部かな。思ってたよりずっと大変だったけど、先生困ってたからね。でも君って見かけによらず力あるんだね。何か鍛えてたりするの？へえ、運動部？野球？サッカー？陸上部なんかもあるんだよね。部活って興味あるけど、今から入部ってわけにもいかないか。そうそう。
これさっきから気になってたんだけど、君はイヤホン下げてるし、きっと音楽とか好きなんだよね。じゃあお近づきの印に一曲披露しようかな。聞いてくれる？ありがとう。じゃあ、どうだった？ダメかな？君にいいところ見せて仲良くなるきっかけになればと思ったんだけど、こっちはまだ慣れてなくて、わからないことばかりなんだ。だからいろいろ知りたい、できることをやってみたい。君も春に転校してきたんだってね。これも何かの縁だし、僕と友達になってくれないかな。いいでしょ？ありがとう。僕も君のことをずっと前から知ってたみたいな気がする。そうしたらこういう時は、そうそう、アドレス交換をするんだっけ。あ、ごめん、今携帯持ってないや。連絡先見せてくれる？覚えて後で送ればいいよね。ありがとう。後で必ず連絡するから。暗くなるまでにはまだ少し時間がありそうだね。これから学校の中を案内してよ。君がよく使うところだけでいいから。ありがとう。はじめましてかな。それで僕に用って？お前、俺らの女に手出してんじゃねえよ。涼二君とか言われて浮かれちゃってさ。手当たり次第に声かけるとか、そういうのやめてほしいんだけど。ごめん、どの子のことかわからなくて。向こうから声かけられることも多いし。バカにしてるのか？気を悪くしたなら謝るよ。でも別に手を出したとかじゃ、ちょっと食事の約束をしただけで。それが手出したってんだよ。困ったな。約束したのは彼女さんたちの意思で、僕から勝手に断るのは。ふざけないでもらえる？アドレスもメールも全部消してやるから、携帯出せ。なんだお前、関係ねえだろうが。こいつの味方する気か？おい、こいつ 2F の真田先輩とか生徒会長とかと同じ寮に住んでて仲いいって。どうする？もしチクられたりしたら。とにかくこれ以上近づくな。連絡先も消してくれ。いいな？わかった、そうするから。お前も彼女取られて後悔するなよ。参ったな。君に迷惑かけちゃったみたいだね。モテてるって言うの？そんなつもりじゃないんだけど。
これからは彼氏さんがいるかどうか聞いてから誘うことにする。でもありがとう、かばってくれて。君は優しいんだね。ここ眺めがいいよね。海がすごく綺麗に見える。朝モノレールから見る海も好きなんだけど、その時とはまた違って。知らなかったな、彼らがあんなに怒ってたのってどうしてなんだろう。お付き合いするってことはお互いが好き合ってる同士で、僕が彼女さんたちと関わってもそれが変わったりしないと思うけど。人を好きになるってどういうことなのかな。君にはそういう人がいる？そうか、じゃあもっと仲良くなったら教えてくれる？やっぱり僕はまだ知らないことばかりみたいだ。ここから見える景色、街で暮らす人たち、学校のみんな、君の思ってること、僕はもっとよく知りたい、この世界のことをね。さて、今日は君を巻き込んじゃったから、これからお詫びさせて。ラーメンでもおごるよ。この前純平くんが連れてってくれたんだ。ついでに街を案内してくれない？君がよく行くところも見てみたいな。へえ、こんなに近くまで降りてこられるんだね。いいね、旅って。あちこち回ったけど、どれも本当に面白いよ。見たことないものばかりで頭が追いつかなくなりそうだ。お土産も買っちゃった。これオルゴール、いい曲でしょう。曲の名前はわからないけど。君もそう思ってくれるのなんだか嬉しいよ。ずっと後になってもこのメロディーを聴けば、この旅のことを思い出せる気がしたんだ。夕日が水面に映ってキラキラ光ってる。学校の屋上から見たのとまた違う。みんなこれが見たくてここへ来るのかな。でも知ってた？この辺りって昔処刑場だったんだって。ごめん、いきなり物騒な話して。大丈夫だよ、ずっと昔の話らしいし、まだ明るいから平気でしょ。変わって昔からあの世とこの世の境界だって言われたりするみたい。でも周りはカップルばかりで、そんな面影ないね。あのさ、思うんだけど、人はいつかみんな死んじゃうよね。いずれ必ず別れが来るのに、なぜ人はつながりを持とうとするんだろう。恋人だけじゃない、家族や友達、一旦つながれば別れが余計に辛くなるだけなのに、どうして？一人でいる寂しさに耐えられないってこと？でもみんなたくさんの人の中からその人を選ぶんだよね。望んで一緒にいるなら寂しいからだけではないよね。ああ、急におかしなこと言ったかな。川を眺めてたらなぜか君に聞いてみたくなって。この川の水もいつかは海にたどり着くんだよね。行き着く先は決まってるけど、いろいろな姿を見せてくれる。静かに溜まっていたり、早く流れたり、澄んだり濁ったり。きっと僕らと同じだね。どこかへ向かう旅の途中でたくさんのことが起きるみたいに。こんなことも
君と一緒に旅をして初めて気がついた。君といると本当に面白いよ。世界が広がるっていうのかな。僕にとって君とこうして話すことがとても大切な時間に思えるんだ。恋人に告白する言葉みたいになっちゃったね。水のそばだからかな。風が冷えるね。カップルさんたちの邪魔したら悪いし、そろそろ戻ろうか。あ、いたいた。やあ、へえ、様になってるね。本職の人と見分けがつかないよ。そんなことしたら鳥海先生に叱られちゃう。僕の方一足早く終わったからちょっと寄ってみようと思ってさ。君は変わりないみたいだね。新作セットでポテトはチリガーリック、ドリンクはコーヒーで、あとスマイルもよろしく。なんて冗談はさておき、実は少し気になることがあってさ。おい、店長が休憩入れって。あれ、望月じゃん。君もここなんだね。お疲れ様。僕のところ早く終わってさ。なんだよ、冷やかしか。店内でナンパとか始めんなよ。こいつほんとモテるからな。俺らの敵だよ、敵。ちょうどよかった。友近くんにも聞いていいかな。なになに、今暇だし何でも聞くぞ。だから今さっき休憩入れって言われたんだよ。ほら休むぞ。テーブル拭きやめ。君たち仲いいんだね。それじゃあ何か買ってこようかな。先に席座ってて。そういや俺、店長からナゲットもらったから持ってくるわ。意外と話せるよな、あの店長。顔は怖いけど。これだけあれば足りるよね。いいね、ジャンキーだね。これぞ男子高校生って感じじゃん。で、聞きたいことって？純平くんのことなんだ。イオリ？体験先一緒だったんじゃねえの？うん。でも純平くんずっと顔を見せなくて、今日やっと来たから少しだけ話をしたんだけど、彼何かあったのかな？それはそうなんだけど、聞けなかったっていうか、どこか無理して悲しさとか苦しさを押し殺してるように見えたから。望月、お前ほんと腹立つやつだな。え、ごめん、どうして？イケメンのくせに友達思いのいいやつとか、俺らの立場がねえじゃんなあ。てか俺も事情は知らねえけど、イオリもへこんだりすんだな。そりゃそうだよな、俺ら思春期真っただ中だし。とりあえずそっとしといてやろうぜ。こいつが同じ寮にいるんだし大丈夫だろ。俺もこいつにいろいろ世話になってさ、立ち直れたりしちゃったわけよ。しばらくすりゃいつものあいつに戻るって。そうだね。まあ今度カラオケでも誘ってやるか。お前が心配してたって言っとくよ。ありがとう、友近くん。うわ、もうこんな時間じゃん。俺先に戻るわ。
つか全然食ってねえけど。望月、あとは任せた。さすがにこの量はレジで包んでもらおうかな。確かに純平くんならすぐ元気になってくれる気もする。君もついてるしね。彼の一番の友達だろ。できることは協力する。でも羨ましいよ、僕にはそういう相手いなかったから。いなかった。今、ああごめん、なんでもない。純平くんがあの様子でもしかして君もって思ったけど、元気そうでよかった。僕嫌みたいだ、君が友達が悲しい顔をするのが。長くなっちゃってごめん。またね、仕事頑張って。ありがとう、来てくれて。ああ今日は休んじゃったんだ。でも大丈夫。ただなんだろう、突然何かにせき立てられるような気持ちになって、君に会いたくなったんだ。君と話をしなきゃって。でもごめん、何を話せばいいのか自分でもよくわからない。だから今日は君にお礼を言おうかな。君と会ってからそんなに時間が経ってないけど、僕は君と関わることでたくさんのことを知れた気がする。そのお礼さ、いつも本当にありがとう。学校や街を歩いて、君や君の周りにいる人とも話をして、一緒に旅にも行けた。あれは楽しかったな。新しいものに触れたり、できることが増えたりするのはとても面白いよ。こんな風にね。面白いことを言うね。もし君と連弾できたら素敵かも。でもそれはまた別の機会に。京都で見た恋人同士とか、寮にお邪魔した時の君たち、誰かとつながるってああいうことなんだろうね、きっと。一緒に何かを乗り越えたり、励ましたり励まされたり、お互いを理解してようやくそうなれるんでしょ。僕は君のことを大切に思ってる、友達になろうって言ったけど、それ以上につながりたいと思ってる。君はどう？やっぱり自分でもよくわからない。でも僕は、あれ？リーダー？ごめんなさい、邪魔しちゃった。廊下を通りかかったらすごく綺麗なピアノの音がしたから、そばで聞いてみたいなって思ったんだけど、誰が弾いてたの？リーダー？それとね、気のせいかもしれないんだけど、この部屋から涼二君の気配がしたような。
一緒じゃなかった？リーダー？探しました。ここで何をしているんですか？気がついたら自然とここへ来てたんだ。自分でも不思議だよ。空も地面もおかしな色になって、人の姿がみんな消えて、大変なことが起きてるはずなのに。でもどういうわけか心が落ち着くんだ。忘れたの。え？影時間、普通なら踏み入れないはずの時間。でもあなたは適応している。人間ではありえないほどに。ようやくわかったんです。初めて見た時からずっと感じていたこの気持ちの正体。あなたはダメ。あなたは敵。僕が敵？そうだ、今夜と同じ満月のずっと前にもこんな。そう、あなたとはすでに一度会ってる。お互いに敵同士として。僕は誰だ？君は。私はアイギス、タイシャドウ特別制圧兵装のラストナンバー。シャドウを倒すために生まれてきた機械。倒すため。そしてあなたの本当の名はデス。10年前、私が封印したシャドウ。シャドウ。されてすぐ僕はこの橋に降り立った。私の目的はシャドウを殲滅すること。そのために私は私という人格とペルソナを授けられた。僕は13番目の属性を持つ。みんな僕をデスって呼んでいた。でも生まれた時、力の一部が砕けて散らばってしまって、あの時の僕はまだ不完全な存在だったのだ。それでも力は想定を超えていた。倒せない以上、残された道は捨て身で封印することだ。そしてあの場に封印の器として足りるものはただ一つ。偶然居合わせた人間の少年以外になかった。私には選択の余地はなかった。そうか、僕はずっと彼の中にいたんだ。12の破片に引き寄せられるようにって、僕が彼を誘った。そして、そうか、今わかったよ。すべて思い出した。僕が誰でどういう存在なのか。パラディオン！やめるんだアイギス。無駄だよ。僕の力はあの時よりも。機械、目的を決められて生まれるもの、あなたを倒す。それだけが私の生きる証。
ハイビス。どうした？何か用事か？いえ、今日って満月だなと思って、なんとなく。先輩もでしょ？もう職業病ですね、これ。まさか本当に何か？まだ何と決まったわけじゃない。ただアイギスの姿が見当たらないんだ。アイギスどこに？それが一度ペルソナの反応があって、その後すぐアイギスの反応も消えちゃって。ペルソナの反応ってまさかストレガ？ストレガの反応自体は出てない。だが何とも言えないな。場所がはっきりしました。ムーンライトブリッジです。よし、みんなを呼んでくれ。とりあえず現場へ行ってみよう。そばにいたかった理由も分かったの。ごめんなさい。私やっぱり勝てなかった。ごめんなさい。君が謝る必要なんてない。お前、なんでここに？アイニス？どういうことだ？すべて僕のせいなんだ。お前がやったってことか？やめろ、アキヒコ。彼は戦う意思を見せてない。説明してくれないか。君は何者だ？僕は君たちがシャドウと呼ぶものとほぼ同じ存在なんだ。お前がシャドウだ？僕はシャドウから一歩進んだ存在。12のアルカナが全て交わって生まれる宣告者なんだ。宣告者？さっき全てを思い出したんだ。シャドウの正体、そして僕自身の恐ろしい正体も。信じられない。こんなことって。シャドウの正体を知ってるのか？知ってる。シャドウたちの目的、それは母なる者の復活なんだ。死の宣告者、その存在に引き寄せられて母なる者の目覚めは始まる。死の宣告者、それが君だというのか？そう。母なる者って一体？大いなる者さ。君たちの言語に当てはまる言葉はない。10年前、一人の人間の手によって無数のシャドウが一つの場所に集められた。そこで僕は生まれたんだ。でも結合はなぜか急に中断されてね。
僕は不完全なままで目を覚ました。そして僕はアイギスと相打ちになった。アイギスと？本当なのか、リョウジ？彼女は僕を封印しようと捨て身で挑んだ。そして僕はたまたまそこにいた一人の子供の中に封印された。その子供は僕を宿したまま成長し、運命のいたずらで再びその地へ戻ってきたんだ。君たちの学園に転入生としてね。転入生って、まさか。そう、彼だよ。僕はずっと彼の中にいたんだ。そんなことって。そして彼に特別なペルソナ能力が目覚め、それと同時に12のシャドウが目覚めた。彼の中の僕と一つになるためにね。領事が死の宣告者で、しかもこいつの中に入ってた？いきなり言われたって信じられっかよ、そんなの。全て僕が原因なんだ。ごめんよ。それに君たちにはまだ大事なことを伝え。リョウジ君！ひどく消耗しているようだな。今日のところは引き上げて休ませよう。アイギスの件もある。話の続きはその後だ。彼が目覚めた。夜になったら4階の部屋に集合してくれ。わかりました。じゃあ後でな。畜生、領事のやつ。これで全員集まってな。領事君、もう大丈夫なの？ありがとう。僕なら大丈夫だ。それに僕には全てを伝える責任がある。領事君、早速だが聞きたいことが山ほどある。質問に答えてもらおう。君は昨日、シャドウたちの目的が母なる者の復活にあると言った。その存在について教えてくれ。復活すればどうなる？母なる者の名はニュクス。ニュクス？太古、この星に死なる者を授けた僕らシャドウの母たる存在だよ。目覚めれば星は純粋なる死に満たされて、全ての命は消え失せる。命が消える。全ての命が消える。まさか絶滅するという意味か？生きることをやめてしまうって言った方が正確かな。それはつまり影人間のことを言ってるのか？それが滅びか。けど仮にそうだったとしても防ぐ方法とかあるんでしょ？うん、
何よ、まさか防げないとか言わないよね。すまない。待ってよ、何謝ってんの。そんな確定ってこと。そうさ、鐘が鳴ったのを聞いたろ。あの時全ては決したんだ。僕は宣告者、死を宣告する者。僕は存在そのものが滅びの確約なんだ。滅びの確約。いつだ、それはいつ来る。おそらく次の春はもうやってこない。それってすぐじゃねえか。みんな何ビビっちゃってるわけ。ニュークスだかなんだか知んないけど、そんなん倒しちゃえばいいじゃん。今までだってずっと勝ってきたじゃんよ。それは無理だ。ニュークスの前では力の大小なんて問題じゃない。死なない命がないように、時の流れを止めてしまえないように、ニュークスを消すなんてことは決してできない。そんな、ありかよそんなの。いきなりですね。僕はシャドウが集まって生まれた存在だ。なのに人の姿をしてて、君たちとこうして話せたり、喜んだり悲しんだりもできる。これは僕が彼の中にいたことの恩恵だ。おかげで僕は君たちに選択肢をあげられる。選択肢？ニュクスの訪れはもう避けられない。でもその日までを苦しまずに過ごすことはできる。僕を殺せばいい。宣告者の僕が消えれば、影時間に関わる記憶は全て消える。つまり君たちの記憶からこの救いのない現実を消すことができる。もう何も決して思い出すことはない。滅びの訪れは一瞬のものだ。何も知らずに迎えるなら苦しまずに済む。全てを忘れる。普通の高校生活に戻れるってことさ。それに滅びまでの時間も少しは長くなるかもしれない。本来僕の性質はニュクスと同じだから殺すなんてできない。でも彼のおかげで今の僕にはわずかだけ人の性質があるんだ。彼の手でなら多分できる。リョウジ君、もし僕を殺さなければ全てが今のままだ。避けられない間近な死を怯えて待つだけの救いのない日常がただ続いていく。でも僕は君たちをそんな目には合わせたくない。うん、記憶が消えるなんてそんなの嫌よ。っていうか忘れれば楽だなんて、そんなの単なる逃げじゃない。逃げることは悪いことかい？逃げなければそこには君たちの想像を超えた途方もない絶望が広がってる。絶対に死んでしまうという怖さを君たちはまだ知らない。今の気持ちだけで簡単に決めない方がいい。なんだよ、なんなんだよこれ。すぐに決めなくてもいい。少しだけど、まだ時間はあるから。12月31日、
今年の大晦日。それまでに考えておいて、それを過ぎると僕は影時間の闇に溶けて、もう君たちの触れられない存在になる。領事？どうせ僕はニュクスの訪れとともに役割を終えて消える存在だ。僕の心配はいらない。大晦日になったらまた来るから。おい待てよ領事。ダメ純平君、今領事君の気配がパッて消えたの。追いかけても多分もうここには。領事君また来る。